はいどうもお疲れ様です。即化塾の久保でございます。11月23日朝6時4分の相場解説、まずはデイリーから見ていくんですが、えー、昨日はね、陰線の方でまとまってしまいましたけども、ここからまた倍の方に向かってほしいなと思うのと、倍の方に向かう兆候が出てますので、倍、えー、でのエントリーをね、これから見据えていこうと思います。現在値動き141円の204ですけども、昨日はね、142円を大きく上回ることがありまして、 やっぱり上昇の方に向かってるんだなっていうふうに思わせますその原因の一つがこの下ヒゲですよねこの下ヒゲに支えられて局面は上昇にに向かうってことになります。それから週足もねやっぱこうエリオット波動じゃないや何だっけなフラクタル図形でどん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 右肩上がりになっていくところが伺いえましたんでちょっと期待をしたいと思います、まあ、だけどもセル方向に行くことが全くないってわけじゃなくて時間軸を短くすればするほどセルの方向に瞬間的に強く動くこともありますんでね 昨日はその兆候が一部に出ていましたのでそちらの方を4時間を使ってお話していきますじゃあこれが4時間ですけども大きく下に下がった後なんですよで元々はねこここのレンジをブレイクして上に行きましたよねってところがあ昨日あったわけですよねここから越えて上の方に行ったわけですからでさらにそこからここの新しいレンジを書いてそれがどうなったのかってことが1時間なんですよ はい。じゃあ、1時間のチャートを見ていただきます。えっとですね。昨日、この辺りにレンジを引いて、まあ、ブレイクして上の方に向かったなってどこまで良かったんですけども、下の方に下がって、N 字を状いて上に行くかと思ったら、それもなかった。下に潜っちゃったわけですよね。で、今度レジサボ転換して、上底を天井にして、天井から跳ね返って、そして下にブレイクして、ブレイクした後、この過程をまた天井にして、下の方に下がっていきましたよね。 こういうふうにで、えー、下落トレンドがかけたっていうのが昨日のストーリーなんで、えー、本来ならこっからもどん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 セルをかけていくってことになりますけどもうん、まあ、私としてはねセルに向かうにしてもここまでが限度かなと思うんですよねここまでがねだからもう一段階ぐらいこの N の字を書いていってしまう恐れはありますよ確かに、まあ、ですけどもそこまでが、まあ、この値動きとしては限界かなと思いますで今の価格から言うと そうですねえっ、ー、と大体30ピップスとか40ピップスは下の方にブレる可能性があるんですよですのでどこからエントリーを引いていくかってことになります今日水曜日なんですが、えーまあ、基本的にはね下のこの線のところは割らないでろうという前提であと10ピップス下がったら倍で入れていくのもいいかなと思うんですねもしくはここにぶつかったらそのぶつかった瞬間に反転狙いでエントリーみたいな ただこの反転狙いとかっていうのは結構上級者のねパターンなんで、えー、とこのまままだリスクの取れない方っていうのはもうしばらく動向を見た方がいいと思いますねうんじゃあそれが1時間の解説かなまとめますと全体的には上昇に向かう,うエネルギーはまだ落ちていませんで短い時間軸ならそれが瞬間的に下落に向かう瞬間がありますよっていうのが昨日の夕方から今にかけてなんですよね えでもここからはあの一つの仮説ですけども必ずここをぶち破ってねまた円安の方向に向かってくれると思いますのでその目安がえ今ね指し示されている141円の220あたり220とこの辺ですよこれここを跳ね返って上の方に行くかそれとも下に突き抜けてもっと値動きを悪くするかってことになりますので跳ね返っていくことを期待したいですよねはいそれでは次回の放送まで今しばらくお待ちください ちょっと今日でも放送そんなにたくさんできないかもしれないですねうん改めてお話しますけどもあのこれはね反発して上昇に向かうかどうかだけを今日見ておけばいいんですよで初心者の方はこのゾーンがありますよねゾーンっていうかレジサポラインえとなんだっけレンジレンジを突き破ったらこの辺りから入ればいいと思いますよそうでない限りはもう見るだけにしておきましょうはいじゃあ急遽まとめちゃいましたけれどもこんな感じです